三柿野駅は、岐阜県各務原市曽原三柿野町にある、名古屋鉄道各務原線の駅である。駅番号は、KG06。6両編成多用の一面一線の単式ホームと一面二線の島式ホームがある二面三線のホームを持つ地上駅で下りに向かって左側から1番線、2番線、3番線となっている。1番線は名鉄岐阜駅方面に折り返しでき、犬山駅方面にも進出できる。2番線、3番線はそれぞれ下り上りの本線。各務原線内の途中駅で唯一折り返しが可能な駅、有人駅である。改札口は1番線の六軒駅寄りの端に1カ所ある。かつては陸軍各務原飛行場への専用線があり、高山本線中駅と各務原線新中駅との間の連絡線を経由して貨物輸送が行われていた。戦後のアメリカ軍占領時代には、デト8500型が使用され、占領軍専用ではあったが、旅客輸送も行われたという。ホーム2003年3月のダイヤ改正までは、犬山発着の列車は当駅で種別変更をしていた。現在も最終の普通岐阜行きは当駅から急行になる。また、各務原線内の駅では唯一対比線があるため、かつては当駅で急行が普通を追い越していた。現在のダイヤでは、平日朝に、急行キラ吉田行きが当駅始発のミュース会を先行させる。日中の列車の追い越しは行われていないが、臨時列車が運転される場合、当駅での追い越しが行われることがある。ミュース会は朝1本のみ6時34分発の当駅始発、1番線からの発車で下りが運転され、上り列車の設定はない。特急運用に就く車両は前日に犬山駅方面から回送されてくる。このほか、平日朝に6時12分発の当駅始発の東、岡崎行き普通が1本設定されている。この列車は2011年3月のダイヤ改正以前は、元宿行きで5300系、または5700系4両編成で運転されていた。同休日朝には7時11分発の当駅始発の岐阜行き普通が1本設定されている。また、2008年12月27日のダイヤ改正までは全日とも夕方に、毎時1から2往復程度、当駅と名鉄岐阜駅との間で折り返し運転を行う、普通列車が設定されていた。さらに昔は新岐阜駅当駅の間に準急が、毎時1本走っていた。また、常滑方面行きの特急の停車駅でもあった。当駅に隣接している航空自衛隊岐阜基地では毎年秋に航空祭が行われ大勢のファンが訪れる。この日の午前中に限り通常は新鵜沼駅で折り返す快速特急、特急、ミュース会、急行が当駅まで延長運転され同イベントの重要な交通手段となっている。またかつては広見線系等の急行も行き先を犬山経由岐阜に変更して、毎時4本運行していたが、現在は主に三柿の犬山間の普通列車の増発や定期列車の増欠で対応している。付近には JR 鉱山線の曽原駅が近接しているが、公共の大型施設、大型企業や学術機関などの施設が多く、点在している影響と運転本数でも、鉱山線より多いことなどから、各務原線の駅では、名鉄岐阜駅、新鵜沼駅に次いで利用者が多い。岐阜バスコミュニティ、各務原市、ふれあいバス、名古屋鉄道 KG、各務原線、ミュース会三柿野駅から、新鵜沼駅快速急行、急行六軒駅三柿野駅名電、各務原駅普通六軒駅三柿野駅20軒駅、ABC 日本鉄道旅行地図帳追加、定歩7号。東海鉄道フォーラムハット AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新潮社、2008年、51ページ、ISBN 978から4から10から79025から8、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、972ページ、ABCD 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、巻末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ、鏡補給部全駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。